彼氏いる？チャンネル登録していつも拝見しています。ちなみにひよりんごさんは彼氏とかいますか？彼氏はいません。もしひよりんごさんが男だったら女性 YouTuber で誰と付き合いたいですか？ポムポムゆりと付き合いたい。かわいい。もうね、かわいいんですよ。壁ドンして壁舐めて。でもさすがにできる。なんだこれ。ひよりんごすごい好きなんだけど、質問はどうしても思い浮かばない。質問、ゆいちさんの好きなところを10個教えてください。でお願いします。かっこ採用されますように。かわいい、おしゃれ、面白い、波長が似てる、裏表がない、性格がいい、プラス思考、笑顔が素敵、よく寝る、細かいことは気にしない。10個大好き。メタルバンドのビートに合わせてヘドバン10分間やってください。頭痛いよ。やらせないでよ。頭痛いよ。はい。好きなタイプの人間と苦手なタイプの人間を教えてください。好きなタイプの人間は細かいことを気にしない明るい人が好きです。苦手な人はネチネチちっちゃいことでもすぐなんかもう細かい人はちょっと苦手です。メントスコーラに挑戦してください。3、2、1。もうこんなにコメントが。どうせ選ばれるわけないか。でんぐり返ししてください。はい、たくさんの質問どうもありがとうございました。なんかね、質問じゃない人がたくさんいましたね。すごいね、今回も結構大変だったんですけど、こういうね質問コーナーもすごい撮ってて楽しいなって思いました。たくさん質問してくれてどうもありがとうございました。またいつかね、質問コーナーやりたいと思うので、よかったら見てください。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。疲れた。